航空大学校は固定翼機のパイロットを養成する省庁大学校である。略称は航空大または航大。第二次大戦前には航空会社による養成学校があったが、1916年8月に開校した東京航空輸送車の日本飛行学校は入学金は600万円と非常に高額で苦面できるものは少なく、 学校の経営も安定しないため人材供給が不安定であった。このため1938年には、低新省が民間機のパイロットを養成するため、実業学校相当の航空機乗員養成所を設立した。ここでは、全寮制で生活費、学費は無料だが教官は、予備役の軍人が務め、軍隊式の生活で卒業後は、陸軍や、 海軍の航空部隊に入隊して、予備科子官として任官するなど、軍学校としての要素が強く、第二次大戦勃発により多くの卒業生がパイロットとして徴兵された。敗戦により民間航空が禁止され航空機乗員要請書も廃止されたため、パイロットの要請は途絶えることになる。1954年に再開された後も、 民間パイロットの要請は途絶えたままだったため、人材は元軍人と外国人に頼っていた。このため国主導で日本人パイロットを要請すべく1954年に運輸省の付属機関として設立された。2001年4月1日に独立行政法人化され、国土交通省所管の独立行政法人となった。当初は宮崎本校のみであったが、 志願者の増加とともに、フライト過程を宮崎のみで行うことが困難になったため、仙台分校と帯広分校を設置し、訓練を分散化させた。学費は無料ではないが、民間のパイロットスクールや大学の操縦専攻課程と比較すれば、格段に安価なことに加え、募集人数が108名と少ないこと、学力試験や航空身体検査が厳しいこともあり。 入学試験の倍率は、例年7から10倍で推移している。特に安全面への配慮から、第二次試験身体検査 B で不合格になった受験者は、以降の出願資格を失う。また自衛隊はパイロットを独自に養成しているため、航空機乗員養成所のような軍事職は、なくなっている。出願資格は、19歳から24歳までの身長158センチメートル以上でに、 該当するものである。また過去に、航空大学校入学第二次試験における、身体検査 A 受験後、身体検査 B の対象とならなかったものは、再受験が可能である。国籍要件がないため、外国籍のものであっても、所定の手続きを取れば入校可能。年齢の上限が緩いため、社会人が入校する例もある。小庁大学校ではあるが、 気象大学校や防衛大学校などとは違い、在校中の身分は国家公務員ではないため給与は支給されず、320万円前後の授業料と処刑費が必要となる。またアルバイトは禁止されている。他の省庁大学校とは違い、6月、9月、12月、3月の4期に分かれて入学する。入校時の航空身体検査は、 航空医学研究センターが受託している。練習機による操縦訓練のほか、パイロットに必要な航空力学や気象に関する座学も行う。なお航空特殊無線技師や航空無線通信士などの無線従事者免許証が取得できなければ、進級できないが個人で取得する必要があり、入学前の取得が推奨されている。大学改革支援。 学位授与機構の認定を受けていないため学位は取得できない。全寮制ですべてのキャンパスに学生寮が整備されており、在学中は先輩後輩の2名が同室となる。全寮制ではあるが、在校生用の駐車場が用意され自家用車の所有が可能、外出も許可されるなど自由度は高い。取得できるのは固定翼機の事業用操縦士と契機機構証明である。 水蒸気、回転翼機は機材がないため取得できない。なお1989年から2001年まではヘリコプターによる訓練が行われていた。操縦資格を取得後、採用試験を経て進路が決まる。日本の航空業界ではパイロットが一斉に退職し深刻な人材不足に陥る2030年問題が懸念されており、要因確保が課題となっている。 そのため、近年の卒業者の就職率は100%に近い高水準で推移している。観光庁の多くは運行を民間に委託しており、自衛隊は独自要請のみに限定しているため、定期路線を運行する国内の航空会社への就職が主流である。なお、操縦士の資格は国際民間航空機関加盟国であれば切り替え可能であるため、 海外の航空会社へ就職することも可能である。訓練機の整備を担当する会社は分校ごとに異なる。宮崎本校、株式会社ジャパンゼネラルアビエーションサービス仙台、分校、株式会社ジャムコービヒロ分校、株式会社ジャパンゼネラルアビエーションサービス実機のほかフライトシミュレーションも導入されている。ありがとうございます。